最近すごい流行ってるドラマ、あ、これですか、ドクター X、 あ、え、え、これですかって何、え、ドクターコパ、ドクターコパ、ドクターコパじゃねえ、あ、そうだ、逃げ恥、あ、いい、逃げ恥、おー、てっきり呪音か何かだ、呪音の使ってたら、あ、それサダコか、怖い、呪音じゃん、ほら、ほら、いや、じゃあ、デケデケじゃないよ、デケデケはこうだよ、呪音のカユコもそんな動きしないから、何それ本題本題、はい、本題、はいはい、逃げ恥は、うん、逃げるは恥だが役に立つっていうタイトル、うん、逆にこれまでの人生で逃げたくなるぐらい恥ずかしかったこと、あ、早い、結構ですね、これはもう私もうすぐ25歳になるんですけども、まあ、25年間生きてきた中で、はい、25年目、24年目の終わりぐらいになって、うん、最近ありました。最近の話？そうなんです。何、どうしたの？何、どうしたの？大阪ファミリーっていうところですね。漫才をさせられましてですね。あの時の空気というものはもうとてつもないものがありましてですね、皆さん。もうこれは二度とやるもんだと思ったんですよ。舞台裏に戻ったらね、この人なんて言ったかというと、またやろう。またやろう。やれるか。あの安定してくださいな、後にね。もうあれは本当にこれまでの人生でマジで逃げたくなった。本当子供、言葉の通りですよ、逃げたくなるくらい恥ずかしかったことですよ、なるほど、倍返ししなくていいの、いやもう、もう震えちゃうのやめてくださいじゃあ、他に逃げたくなるくらい恥ずかしかったこと、これなんかね、うん、意外と出ないのよね、別にだって逃げたくなるくらいのことなんかないもんね、どうでもいいもんね、ね、大体のことは、うん、あ、え、でもな、それみんなには知られてないこともあるからな、うん、例えば授業中にお腹が緩くなっちゃって、はいはいはい、なんかちょっと漏れたとかまあまあまあ、でも逃げたくなるぐらい、確かにガルシーの大阪ファンミのあの漫才の時は多分本当に逃げたくなるぐらい恥ずかしかったんだろうなっていう、いい例でしたね、いい例でしたね、あ、でも漫画だとよく見る話かもしれないけど、うん、中学生か小学校の頃か忘れたんですけど、うん、みんなでワイワイしてる時にズボンを脱がす遊びみたいなやつで、うん、実際にパンツまで脱げたことありますね脱がした側なんですけど、あ、脱がした側、はい、これはもうまさにこれじゃないですか、え、向こうは逃げたくなったかもしれない、学校で、学校で何歳ぐらいの時です、覚えてない、あんまり、それは逃げたくなる、私は脱がされてはいないから、でも私の記憶で、でも私そんな虚弱体質だし脱がしてないから、多分誰か別の人が脱がしたんじゃないかな、ああ、見て、見てたんですか、うわすげえと思った何そのリアクション、わすげえ、何を見てる、ね、小学校のねレベルです、わすげえって相当なものだったらしい、わすげえ何が何の話わあすげえ、すげえ、わあすげえ、すごいものがあったんでしょうね、わあすげえ、そこには何でしょうね、恥ずかしかったことか、恥ずかしかった、村井さんは恥ずかしくないんじゃないですか、うん、私は恥ずかしくないよ全然なんですかね、確かに村井さんがね、その人は恥ずかしい、見たことないもんな、ない意外とない、難しいですね、確かに出てこないもんですね、意外とね出てこない、うん、これなんで出てこないか、多分ねこう忘れちゃうから、そう忘れようとするんでしょうね、あ、傷がつきすぎてみたいな、うん、そう、うん、恥ずかしいだ、絶対ね何かしらあると思うんですよね、人間だし、うん、こんだけ長く生きて、うん、恥ずかしいことってのは例えばなんか、でもなんかどんなことが例えばあれですよ、 うちで言うと別に全然面白くないですけど、なんかレストランとか行って、うん、なかなかちょ注文したものが出てくるのが遅かった時とかに父ちゃんとかブチ切れるんですよ、ああ、それはちょっと、うん、もうなんか家族としたらちょっと恥ずかしい、ね、もうやめて、もうここにいたくないとかってなるじゃないですか、そういうのも例えば逃げたくなるぐらい恥ずかしいですよね、ああ、一緒にいる人が店員さんに対して乱暴な扱いをするみたいな、そう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 、ちょっと恥ずかしいな、そう、そういうの恥ずかしかったり、うん、あと、あ、1個あるわ、あの高校の時に、うん、そのサッカー部だったじゃないですか、うん、で部活終わった後にそのサッカーショップにスパイクとか見に行くっていうのは結構頻繁にあるんですけど、あのスパッツってわかります？はい、わかりますよ、ピチピチなズボンみたいな、そう、あれ、サッパンの下にそのスライディングして怪我しないようにスパッツ履くんですよ、はいはいはい、であれ買うんですけど、高田くんってやつが結構そのユニフォームとかにこだわってるやつで何でも試着したがるんですけど、はいはいはい、あの店員さんにスパッツ試着していいですかって聞いてダメですって言うんですよその時は限りなく下着と一体そう、その時は俺らも恥ずかしすぎて逃げたくなりましたよね
スパッツはやめような。スパッツはね、そう、しちゃダメですよ。なるほどね。そう、しちゃダメですよ。